おはようございます今日も始まりましたね。億万長者あの、10年やってもものにならないものって何かあるんですかね逆にね。例えば、まあ、運転免許取って10年間、まあ、ほぼ毎日運転しました。運転上手になるんじゃないですかね。10年間、みっちりと英語で喋りました。上手になるんじゃないですかね。10年間、餅つきをしました。餅つき上手になるでしょ。 10, 年間10歳の男の子が二十歳になりましたなんかその10年間に一心不乱に音楽でも絵でも文章でも YouTuber でもやればかなり上達するんじゃないですかねで俺は10年間 YouTuber をやってましたって言うとそれなりにマウンド効くんじゃないですか特に大きな再生数を上げてなくてもね10年間やってきたって だから信頼を勝ち取るにも10年何かをやってきたっていうのは大きなことだと思うんですよだから多くのお父さん方お母さん方は子供を育てて社会に出したことを大いに誇るんだと思いますしそれは大変なことだなと思いますよねちょっと話題変わりますけども私たちロスジェネ世代っていうのは確かに不遇の時を過ごしたと言えるかもしれませんけどもじゃあ私たちの親世代はどうだったのかなと 振り返ると、結構面白いことが、うん、出てくるんですよ。私がねまだ10歳にもならない頃ロスジェネ世代のお父さんお母さんは月給5万とかね8万とかでやってたらしいんですよ。<laughs> ほんとかいなと思うんですけども確かに記録ではそうなってるんですよ。で私が10代の頃私のお父さんお母さん世代ロスジェネ世代のお父さんお母さんは給料20万以下だったんですよ。ええー、と思うんですよ。 で、公務員は人気がない職業だったんですよねだから大卒の公務員ってのが安い給料の代表ってんか記録に残ってましたで安月給とか苦学生って言葉は昭和30年に生まれた言葉らしいですねだから日本国民全員があの労働基準監督署もないし今の安全なんとか法をね あの労働保険もない中で結構なブラック労働をしてたんですよね、朝干し、夜干し、休日返上、ね、それで給料10万いかないみたいなね、そんなことやったらしいんですよ、それこそ自分の青春、夢、人生を投げ打って、家族、子供社会のために身を粉にして働いてきて、それが今、78時を迎えて、やっと生き延びてきてね、お亡くなりになった方もいると思いますけどもね。 ゆっくりとと過ごそうとしてるんですよねだからそういった方々に70代80代の方に増税を課すとかっていうのはなんかやっぱりね年寄り優遇とかいう人もいますけども優遇されないと年を取ったら私たちも7080になったら優遇されたいですよそれは。で何が言いたいかっていうとね初任給が20万かどうかうっていうふうに言われたのは私たちが社会に出る時にやっとなんですよ。私が 卒業して就職を決めようとした時にも、まあ、初任給が20万あるところはすごくお買い得な会社だっていうふうに言われてそれこそ一流大学とかねそういうところ出てれば何らかのコネがあれば初任給が22万23万ってところあったと思いますけども大半はそんなところじゃなくてねやっぱ1718万の初任給と15万の手取りでやってたっていうのが現状だと思いますよね。 それにしても私たちの親世代の4倍から5倍もう所得が入っていたわけなんですよ。親との年齢差って多分30年ぐらいだと思うんですけども30年で給料は4倍5倍になってるんですよね。でもこの4年5年じゃないこの30年を振り返るとほとんど変わってないんですよ。で給料が上がる仕組みってのは前の世代が社会に富を構築したからその伸びしろで新しく社会に入る世代が 高いい給料をもらえるっていう構図なんですよねだから前ののの世代のおかげで今の給料がある逆に言うと前の世代のせいで今の給料しかないってことになりますんで今のね西暦2000年以降の Z 世代っていう方があの就職する気にならないぐらい給料が安いとかブラック労働だっていうそのつけっていうのは多分私たちの世代が作ってしまったんではないかなと思うんですよね。で私たちの世代っていうのは前の世代の恩恵でなんとかやっていけるっていうのが冷静な見方をするとどん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 出てくるんですよ。 だからロス・ジェネ世代が全ての不幸を背負ってるっていうのはちょっとと被害妄想に過ぎるるかなっていうところはあるんですよね。その一つに今日のテーマである何かを10年やったのかなっていうところを考えてみると私はなかったです10年やったことって言えば10年間赤字の経営者をやりましたですんでこの店舗をやったり会社をねやるために人を集めるで場所が場所代がかかるような店舗をやるっていうのは絶対にやっちゃいけないモデルだってことが あの身に染みましたですので40から店舗も従業員もないこの今のスタイルになってやっとまあ経営者として名乗っても悪くないかなっていうのはね10年以上かかって見えてきたかなってことですで40代の10年は今度はね利益の出せる経営者として今に君臨するわけですけどもまあ正確に言うと10年はまだ経ってないんですがだいたい10年経ちましたやっとお金のことが見えてきたかなってとこなんですよ だかかからね10年かけててできなななないいいいこととってないんじゃないかなと思いますよねまさに10年っていうのは時の積み重ねまさにうな重の重重なると符合するんじゃないかなと思いまして今回のタイトルは10とといいうことにさせてもらいました、うん、だからねサボりもね積み重ねちゃうとサボりの真髄ができちゃってもうねサボりと思わなくなっちゃうみたいなねそこにあのみんなのせいだ時代のせいだ みたいな後付けの理由ができちゃうんですよねまあ完全に間違いではないんですけどもただね、うん、自分の弱さを目の前の人を指さして「お前のせいだ」って言ったところで何の状態も変わらないんでね、うん、だからやっぱり内側に目を向けて内側を変えていくことでしか自分のこの人生の重なりってのは見出せないんじゃなかろうかというところで今日は終わりにしたいと思います。<laughs> い